渋い地じゃ、渋い地じゃ。おう、ご苦労。ご苦労、ご苦労。ああ。今日もの、愉快にやろうではないか。のう、みんな。元気にしているか？元気にしているか？毎日毎日の、元気にするのだ。楽しく。この前からの、偵察に行っていた国があるのだ。どこの国か？うん。これはの、四国。伊予の国なのだ。そうだ。あの、松山がある。伊予の国なのだ。この偵察にはの、いろいろと調べさせてもらった。反乱がないかの、調べて回った。何もない、安全な国じゃったわい。私はあの、伊予の国を拝見して、約40年ほど前にはの、お世話になったことがあるのだ。偵察に行ったからの。その時とは大違い。びっくりしたぞ。昔あの、地道が多くての、松山から宇和島、宇和島から足摺、ずっと回ったかの。でっこんばっこん、でっこんばっこん、でっこんばっこん。車が跳ねる跳ねる。もの、小学校年になるぐらい、でっこんぱっこんぱっこんぱっこ、どんどかどんどか。こんな道だったのだ。まあ、古い方ならの、知っておろう。私もまだ覚えているからの。運転しても、後ろに座っても、腸がひっくり返ったのだ。ん？君たちそんなないだろう。今らの道路はの、いくら悪いと言ってもの、もうそういうことはないと思うわの。昔はそういう道だったのだ。皆さんは見てどう思ったかの？全国の皆さんは。ん？まだ見てない？ぜひの、町の中、城の中、いろいろの、偵察に行ったから見てほしい。私はの、まあ40何年ぶりということもあって、初めて行ったのと、まあほとんど一緒だった。まあ、伊予の国に入った時には夕方で、町を見るとの、松山市じゃ。びっくりしたの。あの松山なのか。この松山なのか。昔と大きく様変わりしているように思えた。なかなかの。松山市も大したものであった。まず私が気がついたのはの、何か町が困難だったわい。わかるか？こうだぞ。キラキラしているのだ、町が。うん。これはの、皆さんの力の賜物だと思う。町の中がの、よその町とは違っての、何かが違うのだ。ちょっと難しいがの、私はそこに惹かれた。うん。これはの、全国の皆様も、松山、まあ伊予の国だの、来て確かめてほしいのじゃ。いろいろな見どころもある。人も優しい。街もきれい。本当言うとの、
本当だぞ。伊予の国は四国の端にあり、この私が住んでる大阪だの、そこからも遠く離れておるのでの、何か田舎の町に思っていたのじゃ。さあ、これがどっこい。こう、ガデーン。背負い投げだと、ひっくり返ってしまったわい。あの背負い投げでひっくり返ってしまったのじゃ。思っていたのはの、全然違う。松山の皆さんもの、優しかった。村に行ってもの、どこか、キラ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 しているように、私の目では見えた。そこでじゃ、伊予の国、私が名付けよう。日本の北東七星だ。ん？何が七星？北東七星？うん、そうなんだ。夜空に輝くの七つ星。伊予の国も七つか八つの藩でできたという。みんなで力を合わせての、今では愛媛県というらしい。お互い力を合わせての、今の愛媛県がなっておるのだ。それもの、町全体、村全体が何かが輝いているのだ。それもの、私にはの、ちょっとわからぬがの、これは今後もっともっと光り出すのかもしれん。その合図かもしれん。私のこの眼力で見た限りは、今後ますます発展していくと思うぞ。何か端の方にあるようにの、先ほども思ってたということだがの、そうじゃないんだ。端、真ん中関係ないのだ。それぞれがの、どん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 発展してほしいのじゃ。日本全国の津々浦々、皆さんには頑張ってほしい。私たちの、すべての国民が手を添えて頑張っていこうではないか。今、伊予の国、偵察に行ったが、大変良かった。貴殿の国はもっともっと輝くことだろう。夜空に輝く北東七星なのだ。それでは、さらばじゃ。